するんじゃが、殺生石の封印はなんで解けたのかの。オロチの力の名残を偶然得たのでしょう。おそらくそれで封印がほころびたのです。その後はダッキを利用し、負の力を集めさせ、封印を完全に解かせたのだと思います。ならばまた何かのきっかけで封印が解けることもあり得るんじゃねえ。この先何が起きるかわからんし、ダッキも取り逃がしちゃったしね。それは否定できません。今回の件も予想外でしたので。同じ騒動を繰り返してはなりません。確実に封印する手立てはないのですか。確実に封印ですか。ああ、神経が使えるかもしれません。神経は旋回の秘宝、本来魔を封じるためのものなのです。神経ってのはあの女が持ってた鏡だよ。これは割れちまったんじゃなかったか。ええ、この時代にはもう存在しません。神経を得るためには過去へ戻らなくては。なら俺を過去に行かせてくれ。鏡の中に連れてかれたあの時によ。不意打ちであんな場所に飛ばされた挙句、戦いたくねえ相手と戦わされてよ。鏡の中に閉じ込められさえしなきゃ、みんなそう思ってるはずだぜ。観音殿、確かにそうですね。では皆で過去へ戻るとしましょう。颯爽と現れ強者を撃つか。フッ、お主はまさしく勇者だ。私は勇者ではない。ん？勇者と呼ばれるのを嫌うの、不思議な御人。孫策殿、覚えていますか。オロチに霊族を強いられた時のことを。ああ、忘れたくても忘れられねえ。あの時はみんなに辛い思いをさせたな。いえ、あれから数年、孫策殿はまた大きくなられたなと。そろそろ動こうかね。世に愛、心に気概を。私の望みただ一つ。どうするんだ。
たちの活躍で妖気玉物前は殺生石に封じられた。しかし封印は完全なものではなく、いずれ玉物前は力と体を取り戻してしまう可能性があった。玉物前を完全に封印するには心境の世界に閉じ込めるしかない。しかし玉物前の手にあった心境は、中の世界から英雄たちが脱出した時に粉々に割れてしまっていた。ならば心境が割れる前の過去へと戻り、今度こそ玉物前を完全に封印する。英雄たちは玉物前との戦いをやり直す決意を固める。戻る先は心境の世界で苦い思いをした寛寧、武田信玄、綾御前の過去と決した。英雄たちは今再び時空を超える。ここは間違いねえ、あの女とダッキーにはめられた戦場だ。玉物前はどこかに潜んでおるんじゃろう。今回はダッキーに惑わされず探し出さんとね。そういえばこの時、剣心をはじめ多くの将が行方不明だったはず。心境を奪えば彼らを救えますか？ええ、心境さえ手元にあれば私が彼らをこちらに呼び戻せます。なら安心じゃな。遠慮なく玉物前を倒しちゃおうかね。戦の中でしか問い、地獄に存ずる。
ぶつかまつったり。消えて。着至極に存ずる。やったね。
金ごと噛み砕いてくれよ。諦めて。よし、この無敵の体に挑もうてか。やるではないか。抵抗しないで。潔く散って。メス。参りましょう。クロスアレン。私こそ真の三国無双。私でよければ。打ち取ったり。上に立つ者の鏡ですな。砕いてもらえよ。感謝いたしますぞ。削ってきよる。こそばゆい、こそばゆい。やっはっはっは。捕まったかい。この程度に苦戦するか。私も存外ボングだね。抵抗しない。
同じに大事な人でもおるのかの。仕事を通して会いに行っちゃうかね。覇者検証、マリオスメスにも着替えを見せましょう。この状況に駆けつけメス。よくやったが、まだまだ小さい。これも愛。愚かしきかな、わらわと争うなど。心境をいただきに参りました。もちろん心境が目当てとはのう。そちらなぞに渡そうものか。なかなかのものだ。執着至極に存ずる。抵抗しないで。口惜しいわ。わらわが人の子なぞに。わらわの負けよ。これはそなたらに渡そう。いや、わしらが預かるよ。危ねえ。その手は二度と食われず。て、あ？ん？いなくなっちゃったかね。これは。わしの軍略、今日も冴えまくってたの。表面にひびが入っています。心境とはこのようなものなのですか。いえ、違います。この状態では封印の道具として使えません。鏡の亀裂、それは鏡の世界の亀裂と同じにございます。賜物枚をこの心境に閉じ込めたとしてもすぐ抜け出されてしまうことでしょう。心境の世界で感じた不完全さ、その原因はこのひびだったのですね。で、これからどうする？
まさか封印を諦めるとか言わねえよな。割れる前の心境がある過去まで戻ってはどうかね。そのためには心境が割れた時を特定する必要がございます。うん、玉物前なら知っておるかの。皆で手分けして行方を探そうかね。心境の中に閉じ込められた方々は私がそれぞれの領地までお送りしましょう。その時皆さんにも事情を説明し、玉物前捜索への協力をお願いしておきます。面倒だがほっとくわけにもいかねえしな。よし、やるとすっか。何も感じない。やはり私は壊れているの。おう、さすがだな。さすがよ、わしが見込んだだけのことはある。おう、やるじゃないですか。上出来だ。うまくいったようね。おお、やはり成し遂げたか。見事よ。愛と義はいかなる困難も跳ねのけるのだ。妙な報告が入ったわ。テトリ川で戦っている人たちがいるみたい。玉物前ってやつを見つけたんですかい。ならわしらも急がねえと。いいえ、戦っているのは人間同士。私たちの軍と蜀と徳川の連合。そんな、どうして。さあ、それはわからないわ。確かめるのは行ってみるしかなさそう。芝居殿、何かご用ですか。そうかしこまるな。この世界では私はお前の上官ではない。それは無理かもしれません。私は過去に縛られる女ですから。面倒な奴が来た。目を合わせないに限る。うわ、あ、大胆な。才もない和国の賊のくせに選ばれた存在であるこの私を叩いたな。そうかい、かわいい目で見てくること。お話をするときは目を見なくては失礼ですよ。信玄殿、一つ尋ねたい。なぜ川屋のことを山と呼ばれるのか。山には常に草木が絶えぬゆえじゃよ。なるほど、なかなかに奥深い言葉遊びだな。よう、今日はどうするんだ。よう、今日はどうするんだ。
家康、将棋でもせんかね。頭もほぐれるし、のんびりできるよ。断る。うさんくせえ手を食らって負けんのがオチだ。釣れないの。また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。手に入れた心経にはすでに亀裂が入っていた。これでは心経の世界に裂け目が生じてしまう。完全な封印をなすためには完全な心経が必要だった。どれだけの時を遡り、どこに行けば完全な心経があるのか、その答えを知る者は心経を持っていた玉物前しかいない。英雄たちは玉物前を捜索するため各地へと散った。
そんな中、蜀徳川連合と魏織田連合が交戦を開始する。不戦を訳しているはずの彼らが衝突した理由は何なのか。天衣たちは戦場となっている手取川へと急行した。殿、ご無事でよかったでさ。しかし、これはどういうわけですかい。徳川と蜀が急に仕掛けてきおったのよ。すでに馬長らの軍が我らを包囲しつつある。先に攻めたのは私たちだと、そう思い込んでおられるようです。ですが、私たちには心当たりがありません。何か行き違いがあると思うのです。使者を送って説明しても聞く耳持たん。騙されるものかの一点張り。言ってわからぬなら戦うほかあるまい。奴らを叩き、このくだらぬ戦を終えるのだ。この悪雷天衣がやってるぜ。するぞ。東関門を開け、全軍進軍せよ。行くぜ。
じ。こちらの包囲が崩された。ならば前線を押し上げ、敵の勢いを削ぐまで。よし、わかった。前衛の艦隊が敵に当たるのだ。目を覚める戦ぶり。見事。一段と冴えておいでですな。その首いただいた。この騒ぎおかしいぞ。何大将が気づかねえはずはねえだろ。魂、今こそ披露せん。あの二人を退ければ戦況は変わる。楊閣と祝勇を撃破せよ。執着しばけに存ぜる。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。我が魂、今こそ披露せま。想像の月となるのか。思いのほか敵の攻勢が激しい。それがしも前に出よう。わかった。運を挑む。このゴーン必ず報じましょうぞ。我が魂、今こそ披露せん。おりゃ。説得してみせます。
境はこちらに傾くはず。あの男の悔しがるかは見たいものだ。執着至極に存ずる。行くぜ。参ります。私がいただきます。目の覚める戦ぶり、お見事。この先には行かせねえ。ひとひねりにしてやるぜ。邪魔をしようという。ならば仕方あるまい。何よこの差は。指示を待ってもらえます。成功しないで。長政殿、これはあなたの愛と心象筆圧。消えてもらう。忘れるべきか。私は曹操殿の側につきます。消えて。大丈夫。諸葛亮たちが曹操についた。それがしは一旦引き、次なる手を考える。おりゃおりゃおりゃ。の将軍ならばこうなるか。参ります。やむを得ぬ。馬長を倒せ。死ねる。おお、一段と冴えておいでですな。素晴らしい効果で役。執着至極に存ずる。嬉しいわ。諦めないでくれ。私で私がお前の首をかき切ってあげる。抵抗しないで。私の知略に勝てんと思いか。あとをやるって何の意味もありゃしねえ。黙れ。仕掛けてきた貴様らが何を言うか。その事実を怪しみています。ここは冷静に禁止してはいかがですか。これが絶望よ。だが、長政殿は確かに。信じられるのはこの槍のみよ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。悔しいが、ここは引かねば。俺が、正義が、屈
じかれてしまうとは。この騒ぎに正義などない。頭を冷やし互いの知るところを語るのだ。長政様、どうしてこの勝利虚しいだけ。何が目的だ曹操。俺を捕らえて一体何がしたい。話し合いよ。お主が応じぬゆえ力に訴えたまで。何が話し合いだ。先に我が兵を傷つけたのはそちらであろう。殺していいならとうにそうしているわ。こんな回りくどいことはせずにね。そういえば以前も似た話がありましたね。信長殿や脅威が戦を先導したとか。でもそのような事実はないのです。本当の原因は今もわからぬまま。ただ状況から考えるとダッキーが何か知っているのかもしれません。とにかくわしらは嘘なんかついてねえ。馬長よ、ちった聞く耳持ったらどうだ。信じてください。確か言えませんが、お願いです。どうか武器を収めてください。お前たちに害意があれば。確かに俺の命はとうになかったはずだ。お前たちの話を全て信じたわけではない。だが今は軍を引こう。はい、ありがとうございます馬長さん。大暴れしてやったぜ。うん、よくやった。さすがですね。角殿と官兵衛殿から書簡が届きました。遠州に援軍を送ってほしいとのことです。角が苦戦とは、やばそうな感じだな。敵は玉物前か、ダッキか。書簡には宮本武蔵殿率いる軍とあります。玉物前やダッキの姿はなく、敵は人のみだとか。お前はどういうことだよ。どうして奴らとうちの軍が戦ってやがる。彼らはこう言っているそうです。これは仲間を傷つけられた報復だと。しかし角殿たちは全く心当たりがない。おかしな話だな。よし、俺が行くぜ。敵さんが攻めてきた理由も気になるしな。楽しみを独り占めしないでほしいな。武蔵と戦えるなら僕も連れて行ってよ。私も行きます。敵には綾音たちもいるみたいだから。ならば私も皆さんにお供しましょう。いざ華麗に。よう、今日はどうするんだ。また来て。
しょうがねえな。ほらよ、これで我慢しな。おお、肉まんだ。ありがとな。あ、でもこれどっから持ってきたんだ。殿は昔死んだふりしやしたよね、みんなを騙すために。あの時は世話をかけたが楽しかったぞ。お主の泣き顔を見られたからな。殿、やめてください。上原直だ。とりあえず行こう。